マスターの演奏方法が知りたいの？あんたに本当にできるのかしら？マスターでは十字ボタンや A、B、X、Y だけじゃなく LR ボタンも使うわよ。ドレミファソラシの1音1音を十字ボタンや A、B、X、Y のボタンで演奏するのよ。 R ボタンはこれから出す音を1オクターブ上げる役目があるの。L ボタンはこれから出す音を半音だけ上げる役目があるのよ。このマークがあるときはテンポが変わるから気をつけてね。次はドラムパートの演奏を教えてあげるわ。ドラムパートは2通りの演奏方法があるのよ。ボタンタイプの演奏方法は他のパートと一緒なんだけど、ドラムの音符は10種類あるわよ。右手と左手を同時に押すこともあるわ。タッチタイプは演奏に下画面を使うのよ。下画面のボタンの数は8個よ。指がもつれないようにしてね。じゃ、最後にギターパートの演奏を教えてあげるわ。上画面から流れてくる上下左右の矢印はコードを表しているわ。指示されている十字ボタンのどれかを押しながらガイドに合わせて下画面で弦を弾くのよ。弦はタッチペンを左右にスライドして弾けばいいわ。わかった？これでマスターの説明は終わりよ。じゃあね。